以上が今回の番組内容でした。それでは次回2月16日水曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介する学校自慢放課後編。次回は一心殿中学校の野球部と朝陽中学校の吹奏楽部をお送りします。市内の名所旧跡などを紹介するコーナー歴史散歩。次回は谷川琴須賀旧宅をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは昨年12月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が12件ありました。うち住宅火災は4件ありました。救急出動は1135件、交通事故は996件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。2月16日水曜日から3月15日火曜日までは市民税・県民税の申告と所得税の確定申告の期間です。期間中、申告会場は大変混雑が予想されます。申告の相談、申告書の提出はゆとりを持って早めに済ませましょう。この後45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組元気発信津から、1月23日に放送しました戦乱を生き抜いた女性小郷の生涯をお送りしています。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。